presents Junk!24時間耐久、24時間事件、月曜ジャンク、一丁に光る深夜のバカ力。さあ切れる若者ね、時代を解くキーワードは切れる若者だね。死者も食ってねえからですよね、基本的には。その切れる若者の、まあ、解決のキーワードは死者も食えですけど、基本的にはそうなんですけど、北方建造チックに一言で解決すればですよね。僕は度胸がないんですけど、どうしたらいいんでしょう、女を買えみたいなね、そういう感じのね、ことで日本を全て救おうとはしてるわけなんですけど、あのね、切れる若者ってね、あの裂けるチーズの何倍も怖いね。あの裂けるチーズは割と怖くないんですよ、むしろうまいんですよね。ね値段的にお高いですから、あんま買わないだけでなんですけど、先週の火曜日ね、あの野球を、一応野球をね、草野球を今年の3月からやってきましたけど、とりあえず11月ぐらい入ったらもう終わりだろうみたいな話をしてたんで、一応今シーズンをあのそこで区切りつけようっていうんで、先週の火曜日の昼間の野球を一応そのシーズン最後にしようって話になったわけですよ。で天気予報見たらさ、曇りのち雨になってるのね。しかもね、土曜ぐらいの時点の天気予報は曇りのち雨どころか曇りなんですよ。でそれがどさくさ紛れて日曜日あたりに、あの曇りのち雨ね、そういう感じのことをあのやろうともやりだしたわけですよね。あのやろうともやりだして、で、この月曜の番組終わった3時の時点でほらのち雨は言ってるよお前からみたいな、いや言った、いや言わない、言った、あお前あれだよ、あの時あのトイレ行ってたもんみたいな感じになってたわけですよ、俺の心の中でですけど、別に誰とも話してないですから。言ったお前あれだもん、あれだろ、あの時来た店員の女の子に見とれてたけど、俺はその間に言ってます。ただ隣のやつが追加注文したあの和風白玉あんみつって言葉と被ってたから、お前には曇りしか聞こえなかっただけで、のち雨は言ってますよみたいな感じで、その3時の段階で曇りのち雨みたいな出してきてるわけですよ。で僕ら、野球の集合時間が、6時半で、家を5時半ぐらいに出て、でその段階でアイモードで見たら曇りのち雨でございますってわけですよ。ほんで6時半にその向かってる途中で雨パッパが降ってきて、で試合始める頃ザーザー降りなんですよ。なんだこれと思ってアイモード見たら雨ですと。いや言ったって、もうその先は言った言わねえのねえ、雨だからみたいな感じになってるわけですよ。でしかもプレーボールと同時にパラパラだったのが土砂降りになって、でまあ雨だけに水かけ論ですね。僕は深夜の DJ ねえ、商店目指していたのは過去のこと。お前の肩に水筒乗せて。まあいいわ、ムード歌謡は、ムード歌謡はいいですけど、俺は待ってるぜ、渋谷のハンズの 1B2 でね。あのね、んでなんかそのルールがあってさ、草野球場のルールがあってさ、でそこの草野球場のルールは前の日までに申し込んでおくと朝のその7時から使えるわけです。7時から使えて、で9時ぐらいの時点で
係の人が来てそこでお金を払ったりとかする。で僕が借りてたのは7時から11時、でその7時の時点ではその前の日の段階でその係の人だって曇りのち雨を信じてますから、その鍵を開けといてくれるわけですよ。で行ったらもうやれるようになってるわけです。で行ったじゃない、行ってちょっと雨降ってきたけどもやろうかなみたいな感じになってる。こっち側のテンションとしてはもう行ってますから、肩温めてるところでパラパラぐらいですからやろうかなみたいな感じになってるわけですよ。で一応規約としてはその係員が来るまでに何かのコンディション、その天候等のコンディション不良でこれはやったらグラウンドがのに雨でぐちゃぐちゃの時にスパイクでグラウンド始まってるとグラウンドのコンディション後々良くないですから、時には自分たちの判断で野球をやめるようにっていう風になってるんですけど、まあ、集まっちゃったからやりたいじゃないですか。で1試合やろうってことになってバンバン野球やってたわけですよ。で試合は負けですわ結局。で負けて、でそこにちょうど係員の人が来て、説教ですよね。すっごいこれ分かるでしょ言われた。もうあたいとあんたの間に言葉はいらないじゃん、分かるでしょ常識で、みたいな。泥だらけの35歳タレントが、36歳まで秒読みが、公演の係のおじさんに分かるよね、もういいよねみたいな感じに、ね、なったわけですよ。でここで僕ら若者は切れないです、切れないです。どうしようかって、もう本当は11時までみんな野球やる予定だったんだけどどうするみたいな話になって、したら近くにクアハウスみたいなでっけえ銭湯みたいのがあるっていうことが分かって、じゃあそこでみんなでさ、みんなのよく考えたらみんな野球では集まってるけど他のことであんまりお互いを知り合う機会がないから、みんなでそのクアハウス行ってでけえ大浴場みたいな入ってさ、ね、元気出そうぜみたいな感じの話になったわけですよ。だからもう僕としてもこう雨の中泥だらけで36歳で分かるでしょって言われちゃってるじゃないですか。で僕どう冷静に見てもね、やっちゃいけないグラウンドなんですよそれが。どんなに自分大好きですか、自分をすっごいひいき目に見てもおめえバカじゃねえのところ俺に言わせればね、状態ですからかなりへこんでるんで、じゃあみんなですごい盛り上がろうって思ったわけですよ。でいてそのクアハウスみたいなところに、そうね、向こうの若手芸人チームなんかほとんどいたから全部20人ぐらいいたかな、20人ぐらいで「ザ行こうぜ!」って繰り出して「風呂入ろうぜ!」って風呂バッて行ったら、なんかこう屋上露天巨大風呂みたいなのがあってさ、でその露天風呂みたいなのが入ってたらさ、その若手の中を、まあ俺はとにかく全ての汚れを落としたいから、その泥もそうですし心の汚れもすごい落としたいから一目散に風呂行って入ってたら、その中から向こうのエースをやってる若手芸人の河野ってやつが入ってきて「伊集院さん来いたんですか!」って「僕も一緒に入らせてくださいよ」って言って、まあ、こいつのチンポのでけえのな。もうすごい不愉快ですよ。気を使えよ、気を使ってなんかあんだろっていう話なんですよ。偽女だろ今そこでやってくるの、まあ偽女も俺びっくりしちゃうから、お前女だったのかよみたいな、なんか安い野球漫画みたいになっちゃいますからね、お前あんな剛速球投げたのみたいになっちゃいますから、女も偽女も違いますけど、それなりにダミーのね、なんかわかんないけどチンチンの周りにこう例えばこう完全にガニ股でブランブランの状態で来て、でそのチンチンの周りに向こうのこうチンチンのその太さの両サイド2センチずつぐらいに後ろの方の風景とかをさ、ちょうどテクスチャーで貼ったりとかしてさ、細いみたいな、すごい細いとか、先っぽの部分のところにも、なんかこう、うまく黒巻き合成できるみたいにして、目の錯覚を利用してさ、なんかわかんないけど、一回固くしてんだけど根元のところでゆるく振ってグニャグニャとかにしたりとかして、いや大きさ的には僕は伊集院さんに失礼こいてますけれども、もうめちゃめちゃ柔らかいっていう鉛筆マジックみたいなことするとかして、俺の気を使えてるもうがっかりですよね。もう威厳もクソもあったもんじゃないですよ。ところがね、後から入ってきたメンバーがほとんど火星包茎っていうもうなんかわかんないですけど、チンチンがきちんと大人になってるやつは悪みたいなトーンになってきて、そこでまた僕になってすごい盛り上がってきたんです。でちょっと嬉しくなっちゃって、でみんなで「野球面白いな」なんて言いながら、でこうすっぱだかで風呂もいいななんて言いながら盛り上がり、風呂入って、で俺も随分調子上がってきたから、休憩ゾーンみたいなとこあるわけよ。そのなんかこう1個何個も風呂あったのかな、その何階は休憩な、1階ロビー奥は休憩ゾーンですって、休憩ゾーンのところに車座で座って、でちょうどその頃に
にあのうちの高生の渡辺がずっとシーズンつけてたさその打撃の記録みたいなのがあるからさあのここはすごい打ったななんていうのやりながらゲラゲラ盛り上がったそしたらさ30分ぐらいさえたかなこの試合きつかったなとかって言ってたらさなんか向こうの方からなんかこうあの下だけジーパンで上は裸で首は金色のネックレスで首金色のネックレスで髪の毛マッキンキンでなんかこう目の下にすげえどす黒いクマはあるけど23歳ぐらいの背高くて細身みたいな男がみんなの真ん中こうやって割って入ってきて俺の目をグワー見ながら切れんぞお前切れんぞジョボ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 カン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 ですよね獅子落としがいやいやほんほんと怖かったあのその時にまず一旦ディレクターの柳さんもいたよねいたけどなんかその時に限って席外し攻撃だよねあれ絶対おかしいんだって車座になってたんだからそれから高生の渡辺はあの近くの競艇場にあの位置関係で言うと俺たちが野球その時やってたのは大井っていうところですぐ近くに平和島競艇っていうのがあってそれでその平和島のその競艇場の入り口のところにそのクアハウスみたいなのあったから僕競艇行って大金持ちになってきますみたいなこと言いなくなってるわけですよその中でで周りそのもう残り十何人ぐらいの若手のお笑いじゃないですかその時プロデューサーの池田どうした池田帰ったんだよな帰ったんだよなほんで切れんぞお前めちゃめちゃ怖いでまたこいつがポケットの中に手をずっと右手だけ入れてんだよほんであのこの後言った言葉すごいことこいつに現代の若者もう俺もねでもこっちにしてみればねあもうあの手がピクリとでも動いた時には出すしか俺の方も例のやつを出すしかねえってことになってたわけですよね例のやつをね2つあるんですよ1つは俺の幻のあの大技ですよね三日月蹴りですよねでもう1つはですねあれですよスーパーデラックス、ガトリング土下座ですよ連射でバンバン土下座するやつですよそんなスピードで首は動くのかっていうようなこんな30秒間に43回余られたんじゃどんなやつでも許すみたいなこの2つの技をどっち出そうかって感じになってるわけですよただもうあの最近の若者なそのな25歳ぐらいのなそのグレン隊ですよ俺に言わせるグレン隊ですよグレン隊があのみんなちゃんと怖さ伝わってんの俺のその下だけそのパンあのジーパン入ってる上半身あるポケットですけど怖さ伝わってるじゃあ分かんないし全身入れ墨とか入れる入れる入ってはいなかったけど入れる入れる全身入れ墨入れ墨はしてないですけどもでその右手がフックですよでそれがまあそのそいつが言った言葉怖えぞここは皆さんが休むとこですから大きい声で喋られると迷惑なんですよ正論でやんのこいつルックスと全然違う正論でやんの完全な正論でやんのだけども正論なんだけど本気で怖い別にそうこれ係の人でもないから正論だから俺にはもう何も残されてないわけよそれが因縁だったらば俺もあそのいろんなね俺の108の暗殺拳の中から見せられる言葉あるわけよ僕がの師匠が教わったいろんなやつをね俺のもうあの体のそのエッジがこう月影に染み込むように溶けたと思ったら室内だけどその次の瞬間には俺の周りを丸く囲んでた敵も味方も仰向けに血だらけで倒れてたみたいなやつも出せるんだけど向こう行ってもの正論じゃん完全にそこはだってあれサウナの休憩室とかああいう感じのところだから俺たちが大声で騒いでるからいけないで俺がまたメインでしゃべってるから俺が完全にいけないんだけどねだけどね切れんぞ切れっかおい切れんぞ切れっかなんですよずっとあって切れんぞ切れっかなんですよちょっとフレンズレベッカだったらばなんかどこに隠れたのかってことなんですよねどこではぐれちゃったんだろうみたいなことでいいんですけどほんと怖くて目がいってる目なんですよ
正論なんだけど言ってる目なんですよ。でしかも正論なんだけどイエローカードをもらった記憶がないわけ、こっちには。要するにそのちょっとうるさかった最初の頃にちょっとうるせえんだよって言われてて、それが正論だからね、正論な場合は あどうもすいませんなっつって、そこでもうあガトリングですよ、ガトリング土下座が炸裂してるわけですよ。もう変な話、逆にクアハウスの人が来てすいません床に穴開いちゃうんでみたいな感じの土下座ができてたはずなんですけど、イエローなしでもうレッドなんですよ、いきなりレッドゾーンなんですよ。ほんでマジで怖くて、でその後こうあのクアハウス用の変な部屋着みたいなんじゃん、なんか人間ドック行くからペランペランの浴衣みたいなの着てんじゃんか。まずポケット手突っ込んでない方の手でそういうの胸からガン掴まれたら、おっぱいがポロンって俺のおっぱいが出たけど、もうそれを笑ったりした時にゴーじゃん、もうなんか笑った時にお前何こっち正論言ってんのにみたいな、レッド中に何やってんだみたいなことじゃないですか。もうおっぱいすげえ出て変な感じでねじれてるんですよ、おっぱいもなんかものすごいこうポロン一回その胸ぐら掴んでこうやってグッて手繰り寄せた時に俺の垂れパイがポロンって出たやつを今度俺を威嚇するために上に向けてねじり上げてるから、おっぱいが絞り雑巾みたいになって出てたりもするんですけど、それも何も言えないじゃんか。で周りのまたお笑いっつったらみんなさ、すねに傷を持つ連中が多いわけですよ。荒くれ者がすごいたくさんいるわけじゃないですか。それこそチンピラキャラクターのアンタッチャブルの柴田っていうのいるし、クールスの森脇なんていうのはもう本当に普通に喋ってても俺あのたまに自然に敬語だからね、10も年下で芸歴的にも10年下だけどぐらい怖いモテの連中なのにもかかわらず、なんかあいつ伊集院さん俺まだな泡風呂に行ってないんでみたいな感じで雲の子散らすようにいなくなってくわけですよ。で俺も相当これかっこ悪いなみたいな感じになったんだけど、すいませんすいませんほんとすいませんほんとすいませんほんとすいませんって言って最終的にこうなんつうの大荷物を置くように取ってた、片手で俺をかなり釣り上げてんだから相当なものだ、あの細身 でそのままバッて俺は離されて、その間にすいませんすいませんってなったまま行っちゃったのよ。行っちゃったからいいようなもののよ、したら横からまたタイミングよく全部済んだところでアンタッチャブルの山崎がスッて来て、何すか今何すか何すかみたいな話して、あいつさっきもなんか俺たちが盛り上がってる時にうるさいみたいなこと言ってきたんですよ。お前イエロー受け取ってんじゃん全然、お前なんでイエローカードをもらってることを誰にも言わないで俺直レッドみたいになってんのかが、俺ほんと怖かったんだから、その後3日落ち込んじゃったんだから、こんな簡単なことで刺されちゃうのかみたいなことになったからすっごい怖かったんだからね。それがもうまたバイトになってる、バイトのさに入った田代32、役立たねえ役立たねえ、あんなのありえねえって、まず最初車座になったやつがみんなこうスーッと散ってったんですよ。でそれで俺と真正面の位置にいる、だから俺に向かって完全にこう顔を突き合わせてるのがその怖い正義の男じゃん正義感の強い少年じゃんか、俺の胸ぐらつかみ上げてるわけじゃんか。でその顔の向こう側のところに田代32がいるわけじゃんか。俺もうすっごいあの小鹿みたいな目になってるわけよ、俺自体もいい、もうすごい目とか潤んじゃってるしなっちゃいながら田代を見つめてんだけど、田代すっげえ笑ったのが、立ってたのがゆっくり座ってそのままでうえーそれはそれはタヌキングスリープでしょ、タヌキングスリーピングなんだけど、でもさタヌキネイリだって俺たち一応演技する商売なんだからさ、ちょっとなんかあんじゃん、ジョイントみたいやつがあんじゃんか、ノージョイントでそのまま普通に腰下ろしたまま、それないでしょみたいな感じ。いやかっこ悪かったわ、助け俺の脳内の情報がすげえおかしくなったらしくて、なんかあんまり怖くておちんちんがガチンガチンになってるんだよ、わけわかんねえんだけど。それもいやね、もう最後終わった後はそいつがすげえ割とかっこよく意外にしようってポケット入ったのはライターなの、ライターで俺たちが喫煙スペースも兼ねてるようなところでやってたから、でそいつがかっこよかった。俺またタバコを吸おうとしてるところでいきなりガッてやられてから口元でタバコがプル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 震えてたりするわけですよ。それに火つけて帰りはったんだよ、もうすーごい怖くてダンディーですよ、ダンディーですよ、なんかわかんないけどスッて向こう側に帰って、
でわけわかんないポツンってみんな割とさっきよりすごい広い円とも言えない円みたいな感じになってんじゃんか。遠巻きで見てるところに口元のところでタバコをあのこう唇が乾いちゃったから火はつけた後にもうガタガタ震えてるから唇のところにぺったりタバコが口でもプランプランになってる状態なんじゃんか。あのまま半分のおっぱいは不自然な形で出て、でそのよく半分よくいみたいな下のところでおちんちんがガチンガチンになってるまま泣きながら立ってる状況だよ俺。公共施設の中でわけがわかんねえ。なんだよ俺死ね、やっぱねいろいろ考えてる死ねばいいんじゃねえかなっていう結論になりがちだよね。過半数取るよこれ死ねばいいか下手したら。曲スクービードゥで風の恋人に決まってんじゃんそんな。またその後盛り上がんないね。なんかもうみんな全員その十何人がブルっちゃってるわけでしょ。完全にブルっちゃってるわけじゃんか。その状況でさ、でもう明らかに静かにしちゃってるじゃんこっちもねえ、なのにさとりあえずさこう沈黙に耐えられないで気の弱いやつで喋んじゃん俺だけどさ。もう俺がさ、まあでもほら お前らもテレビ出るようになったら分かるかもしんないけど、こういうことでこうなんかこう売られた喧嘩買うみたいなことあってもうさ損するのはテレビ出てる側だからなみたいなこと言うんだねあれね。沈黙に耐えられなくて、でそれに対してまたその盛り上げ上げるアンタッチャブル柴田とかがそうですよね伊集院さんよく我慢したみたいなことを心の底から思ってねえのに言うわけじゃ、そうっすよね伊集院さんよく我慢しましたよって。でまたそこでアンタッチャブル山崎のバカがね、喧嘩しないやつが一番強いんすよ一番強いんすよって言うんだよ。その声がでかいわけよ。もうやめ、もうあのさあの出ようかみたいな、ね、もう完全出ようかの状況ですよ。なんだかもうすっげえ怖かった。誰もしかもあの入った時よりも大雨になってたからねせっかく風呂入ったのにずぶ濡れでこうやって帰ってきて、あのとぼとぼ帰ってきて、それで携帯になって、であの厚生の渡辺から、今、ボートでどん負け中ですもういいから何も言うなって雨の温度がすげえ下がるからみたいな。そしてなんかこうみんなこうすっごい優しい声かけようとしてやめるみたいな、あれお疲れ様でしたみたいになってるわけですよ。最低の最低もダメ兄貴ですよね、完全なダメ兄貴ですよね。いい顔して大勢その若い C をこう携えて、後半俺のカーブが切れてたよなとか抜かしてたのに真ん中から来てさ、俺はでも今回の件は山崎にほとんどだってもうね何度も言うようなんだけどねあいつは合ってんだ、合ってるとか消えちゃダメだと思うけど合ってんだ絶対。だって休憩室で騒いでるのは俺たちだから、それの上唯一俺の拠り所はこいつ間違ってるの、こいつ最近の若者はねあのもうダメだなっていうのの唯一の拠り所は、でも一回ぐらい口の利き方ってのがあるんだろうと、一回ちょっとうるさいから静かにしてくださいよっていうのがあればよかったのにっていうのだけが拠り所なのに、その拠り所はあのアンタッチャブルの山崎くんが勝手にポケットに入れてるんですよね全部入れちゃってんですよね。もうこれ怖かったの通じてるかな。大体の揉め事は美味しいって判断するんだけど全然美味しくなかったからね、全然美味しくなかったから。だって相手は3メートル50の大男ですよ大男で、でなんかあのサブマシンガンを、こう左肩からかけてて、右肩からアサルトライフルをかけてるんですよ。それでいてその、あのグリーンベレーを懲戒免職になったっていう檻の書類を片手に持ってるからこいつやべえっていう感じだから、まあ怖かったんだけどすごい怖かったっておしっこちょっと出たんだってカウパーかもしんねえよ、ギンギンだったらなんかわけわかんない。一生忘れねえだろうな、あの直径2メートルぐらいの車座がさ全員同時に危機を察したようにさゆっくり同じタイミングで直径10メートルに広がる感じマスゲーム、あれはあれはなんかみんなどっか練習したのかなっていうぐらい綺麗に円が大きくなってったからねなんだろう、もう俺これ殺されると思ったけどゾクゾクゾクってなるあのおかん、もう最近であれ以上のおかんって言ったらあれかな、
恋愛イチゴシミュレーション初めて聞いた時かな。ナッサンナッサンと思ったもん。ナッサン好きになりそうだったのにナッサンって思ったもんね。本当にもう大体こう番組の頭に今日のこう今週起こった事件で何々事件とか言うけど本当の事件に巻き込まれちゃう。あ、泣き寝入りより悔しいよ。泣き寝入りは向こうに過失があるからまだこう友達と後にそいつの姿が見えなくなってからああいうやつ死ねばいいんだよとか言えるんだけどさ、泣き寝入りでもないもんね。俺が悪いやつ素直に非を認めてるだけだからなあ。今週そうなあとはね、その24時間耐久24時間事件ですよ。なんか24時間テリー伊藤さんからか CM でやってるなんかこう24時間っていうさアメリカのこうドラマのDVD が出ましたみたいのあんにゃやってみあれのビデオをその発売物のプロモーターの人が伊集院さんすっごい面白いですからすっごい面白いですからって言われてで全部で何巻かなまだ全然出てない何巻まで出てるのか なんかデータさっき出してもらったね今んところボリューム、5まで出てんの5までだから101話ぐらいまで出てた全部24話中の11話ぐらいまで出てて合ってる情報それ、ね、レンタルかなんかしててでいて全部でその24話あるののその全部24話お先に見てみてくださいなんて言われて何1週間前ぐらいかな2週間ぐらい前かなその散歩の版のねあのビデオを貸してもらったんですよ。でその時には僕も大人の汚い世界のことを知ってますから要するにこれ俺 が見たことでおそらく方々でこれ面白いですよみたいなことを言うね 俺みたいなだって俺がザクロが健康にいいって言ったらその夕方ユニーからザクロが亡くなった伝説でおなじみのですよ俺ですよねえねそれがの俺に言わせようって仕向けてるわけだとね言わせてもらいますけど俺は言っときますけど本当にいいものかもしくは金を積まれた時以外には褒めませんとはっきり言って700円以上もらえばポロポロ褒めますよどんな悪いものでも全然褒めますけれども下手すりゃ今俺3000円つかませることで恋ヘルペスの恋をモリモリ食う可能性があるぐらいの食べても大丈夫らしいですけど ねまあそれぐらいのまあ僕は硬派な人間ですよね金もう何酒には弱いが金には強いみたいなとこありますからね女には弱いがハムスターって可愛いみたいなとこありますからね苦うり苦いがメロンは甘いみたいなとこありますからねこれ臭いがなんで臭いのかはわからないみたいなとこありますからお前のせいでこうなったんじゃねえかよって言いたいけど言わないみたいなとこありますからもうわかんねえやねでその見覚えあるけど名前は出ねえみたいなとこありますからありますからその手には乗らねえと思って、まあ、見なかったわけですよ全然見ないまま置いてたんですけど、何か説明すればいいかな、24時間っていうそのドラマシリーズはなんか変わってると人もその24話全体でその、なんとかっていうその主人公のその、テロアメリカのテロ対策本部みたいなところにいるその荒くれ者かのはみ出しデカね、もうあんなに気をつけてたのに金玉袋がもう片方だけはみ出してますよみたいな感じのですよねはみ出しデカですよねはみ出しデカのが経験した人生の中で一番長く感じられた24時間1日の物語を1話1時間でアメリカでは1週間に1話放映で1話1時間のドラマなんだけどそのドラマの実尺、その実際、ドラマの尺1時間でもさ、普通はさ、次の週の何曜日とか飛ぶわけじゃんか、ドラマの1時間っていうのは別に、ドラマの中で断りさえあれば、それから5年後とかでも全然 OK なわけじゃないですか。それから3億8000万年経って、みたいな。あのアミノ酸が彼でございます、みたいな。そういうことも可能なわけじゃないですか。やろうと思えば、可能なわけじゃないですか。でも、そのドラマの1時間、ドラマの中の1時間は、その男の1時間みたいな。場面切り替えみたいなのあるんだけども実写のまま行くから24話全部見ると24時間の出来事がリアルタイムで分かるみたいな話を聞いたわけでたまたま夜やることがなくて、金曜日の夜かな金曜日の夜かなんかに
パッとこうあのビデオについてる時計を見たら、夜の深夜12時5分前かなんかあったんですよ。ね、でこれの24の第1話っていうのはその出来事のあった日の夜中の深夜12時からの物語だっていうのを知ってたから、あ、じゃあ1話を全くリアルタイムでそのまま見てみようって思ったので、1話を見たわけです。1話をちょうど12時ちょうどから12時ちょうどの出来事が始まるように、そのこの物語のあらすじみたいなこう日本人向けの V は入ってんだけど、一巻にはその丁寧な V が入ってそれは見ないで、1話の頭のところで一時停止を押してポーンって言っと同時にこうやって話して見始めたのね。したらさ、あの言っときますよね、これ出してるとこどこでしたっけ、フォックスでしたっけ、フォックスでしたっけ、っていうのとかを今ディレクターの柳沢君はちゃんと覚えてるみたいな顔してますけど、僕は金もらってりゃちゃんと覚えますよ思いますけれども、そうじゃない場合には薄汚い男ですからね、フォックスジャパンかなんかの人がくれたんですけど、まんまと褒めるかどうかっていう、褒める必要はないわけです僕はね。僕は変な話1万円も掴まされればアムロナミエ主演カンニングぐらいのものは褒めます、ね、ザ・カンニングぐらいのものは褒めますけど、そのこの段階では褒められないっていう風な心構えで見てたんですけど、面白いんだこれがね、これがいや本当なんか面白くて、あのネタバレしないというのに言いますね、ネタバレするとあの怒られるから誰かにまた俺がそういうなんかネタバレしてもいいから俺の思うままに喋ってやれみたいなことやったら、急に向こうからあの下だけジーパンの半裸のお兄さんが来て、まあ、ネタバレするっつってんだろお前切れんぞという話になっちゃいますから、それもうあの人に怯えて生きることにしますから、僕がちょっと老いたが過ぎる時とかあのおもちゃ屋さんで難ってる時には来るよって言ってくれればはい、でもすぐちゃんと元戻りますから大丈夫です、もうしばらくは大丈夫ですからね。あとはでんでん太鼓マンが来るって言われてもはいってなりますけどね、地染めのでんでん太鼓だしそれでそのなんだネタバレしない程度に言うと、要するに普通のパンフレットに書いてある情報で言うと、アメリカで大統領予備選挙って行われてるわけです、その日行われる日なんです、その日は夜中の12時ですけど、明日の昼にはその大統領予備選挙ってのが行われるわけです。でそこになんかこう、黒人アメリカ初の黒人大統領候補ってやつがいるわけですね、片やね、まずそいつがまあで結構主要なキャラ、それともう一人はさっき言った、はみ出しデカがいるわけですよね、はみ出しデカがいて、まあアメリカの CIA とか FBI みたいな特別捜査機関の、CUT っていうなんかテロ対策本部局みたいなところがあって、でそこにこうテロなんかこうその大統領候補を狙った暗殺事件がどうもあるらしいという情報をキャッチしたから、大統領を警備しろみたいなことを言われて始まるわけなんですけど、それがさまたうまくできてるのがさ、こっちは1時間で1話終わるって分かってるじゃないですか、12時から1時までの分が終わるって分かってるじゃないですか、でそうすると当然第2巻は1時00分から、今度は1時59分までじゃないですか、で第3話は2時からって分かってるじゃないですか、結構中盤ぐらいにその刑事が行動したりするときに、中盤以降ぐらいかな、そのどこどこみたいところに今から行くけど情報がありそうだから行くけど何分ぐらいかかるとか言ってると、この渋滞の状況だと30分ぐらいで着くみたいなこと言うわけですよ。でそうするとこっちにはあってことはこれ 2時15分ぐらいに現場に着くってことが分かるわけですよ、セリフの中で。そうするとじゃあ2時15分まで見たいなと思うわけですよ。でそうするとこう第1話をまたぐわけじゃないですか、またぐんですよ。そうするとまた今度は大統領の同じ時刻の部屋みたいので、大統領の方は大統領の方でなんか秘書みたい方から明日の朝の朝食会はどうなさいますみたいなことを言われるわけですよ。朝食会にはいろんなこうその支援者たちも来るけどどうしますみたいなこと言われると、明日の朝ってことは7時ぐらいだよな、あの飯朝飯だし7時か8時だろっていうことはこれ7巻ぐらいに山場あんじゃんみたいことの振りの塊だけど全部が全部だからさ、でしかもアメリカ人はいいよあいつらは、それは生まれた時にチンチンを向いてもらうことも含めてさいいよアメリカ人は、アメリカ人はどうあれ1週間は待たなきゃいけない、本放送で見てるから、俺たちと違ってビデオとか DVD とかで見てないから、どんなことがあったってあの人たちは1週間後まではあの寝るし仕事をして1週間後で大空楽しみになって見れるけども、こっちは24時間分もらってるからねまとめて止められるようなそういう面白いなこれすげーみてえなって思うのを
止められるような性格だったらば、あのぐちゃぐちゃのグラウンドで強行に野球はやってないわけですよ。じゃあ2冠見ちゃおうかなみたいなやってくる。でそうすると朝食会まで行っちゃおうかなみたいなことになってくるわけですよ。んで一つ困ったことが起きるんですよ。僕にね、その金曜日の夜から見始めたんですけど、土曜日はオフだったんです。僕土曜日オフだったのはいいんですけど、その前の日のそのビデオを乱す少し前に、神さんが上上がってて寝に行く前に言ってたのが、明日オフだよねみたいなこと言われたわけですよ。ねオフだよって言って、でお願いがあるんだけどみたいなこと言うわけですよ。この野郎疲れてよ、お前俺がいつもなテレビ出たりラジオ出たりな、大きい歯車を仲間の20人で一生懸命鞭打たれながら押したりなする仕事でな、休みはねえとな、親方の叩くドラムに合わせて長いオールを漕いで大西洋を渡ったりだ、ずっとドーンドーンドーンっていうこそのな、やったりして疲れてる中に、たまの休みをあなたお願いがあるんですけどっていうのはお前どういうことだっていうことで、まあカッとなったんでしょうね。近くにあったでっかい灰皿で頭をガツンガツンってやってやって、脳症がドロ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 って出て、おいお前お前はあ、ああ、しまったっていう感じになっちゃって、でかみさんがもう俺の手の中でどんどん冷たくなってて、これやばいかなと思ったら、いやそういうんじゃなくてと、あなたはもう来週誕生日だけど、誕生日プレゼントとか私わかんないもん買ってきてもいけないから、明日お休みだったらデパートに行って、あんたの買いたいものを一緒に買いに行こうよっていう話をされたされたわけですよ。で言ってば意見引き取ったんですけどお前そんな優しいことを言って俺はみたいな感じになって、ごめんごめん先寝る先寝るみたいな感じでね、神さんが寝に行ってて、でその時もまあまあ、仲睦まじい夫婦じゃないですか。それはこんな扱いを受けてるわけですよね。かあれですよ、自分より10歳年下の正論を言っている男に対しに胸ぐらをつかまれてちょいと尿漏れしてるようなやつでさえですよ、そんなことが起きてたわけですよ、起きてたんですよ。でその時にまた俺は神さんの方がちょっと調子に乗って、じゃあいいよ分かって、朝からもう混むの嫌だから、そのビッグカメラとか開いたらすぐビッグカメラ行こうみたいな話になったわけですよ。でいて、だったらその前に朝ごはんとかをどこどこのなんだかあんねんけど、あんじゃねえかよなんか食ったらえれえのかそこでみたいとかあんだろな、昔の大戸屋と逆ベクトルにあるようなところなんかアフタヌーンティーみたいなところでね、なんかわかんねえけどそういうところでしようみたいな話もまとまって、珍しくこう夫婦円満な感じで神さん寝に行ってるわけですよ。でもね、俺こうやって見ちゃってるので朝食会が始まってるわけですよ、ビデオの中で。ってことは俺たちも朝飯食いに行かなきゃなんねえ時間なわけですけれども、またこの朝食会は朝食会で一筋縄では行ってねえんですよ、これまた当然ね。でしかもその朝食会の中でも大変なことが起きたりしてるわけですから、当然もう一回見たいんですわね。で神さん降りてきて、何やってんの、うせえな声かけんのビデオ見てからみたいな話になってるわけです僕自体はね、ええ、でまたその後ろもどうすんの、行くの行かねえのみたいなことを言いやがるでしょ。今度こそ本気でてめえ、この野郎灰皿で灰皿でぶん殴ってやろうか、もしくは携帯の角で鼻の頭ガツンガツンつってそれはもう本当にあなたのスケジュールには文句を言いませんって言わせようかって思うんですけども、手元に携帯はないし元より灰皿の大きいやつはうちにない。で神さんが後ろでブーブー言ってんだよ、うっせうっせとかって言いながら見てたらびっくりするね、ビデオの中のドラマがなんかブーブーした神さんの声が聞こえなくなったなと思ったら、ビデオの中の映像がもう夜の7時になってるんですよ。あれ、まあ、1時間1本で1時間しか進まねえとか言ってたくせしやがって、何勝手にビデオの中だけどんどん時間進んでんだと思ったら神さんがいないのね。それでこっちも進んでんのね、すごい時間がね。ほんでまあ
会社どっか怒ってどっか行っちゃったんだ。それでいい加減にしろってどっか行っちゃったんだ。だからお誕生日のプレゼントはもらえない。ねえ、僕の欲しいね。レゴもらえない。すごい。レゴ青果市場セットがもらえない。腐ったレタスのレゴ付きのね。あれが全然もらえないですよ。コーチナスっていう段ボールのパーツばっかあるやつね。あれがもらえないんですよ、もう僕は。で、ただ、ちょっとその良かったのは、7時ぐらいだら、16本ぐらいかな。7時まで行ってねえかな。6、7本見たところかな。見たところで、結局向こうでは放送されてるのが1時間なんだけれども、こっちはほら CM がビデオ用だからカットされてるじゃないですか。その分のタイムラグがやっぱ15分ぐらいあるんですよ。で、それが積もり積もって結構そのタイムラグみたいなのができてきてる。その実際の時間とその中の時間のタイムラグみたいなのが出てきてるから、ちょっと寝ようかなみたいになって、で少しそのタイムラグ分寝て、また向こうが追いついた時にまた続きを見始めて、ですっごい思ったのはね、俺も24時間起きようっていう体制でやってる。前の日の夜中からずっとやってんじゃん。でも俺はかみさんとその別にその何ビッグカメラに行くのも拒否ですし、全てのことをやらずにテレビの前であぐらかいてプープーおならをしながら見てるわけですよね。ね、でしてるにもかかわらずかなり疲れるわけですよ、延々と見てるから。でもテレビの中の野郎はテロとかの対策してるくせにまだ走ったりしてんのね。それがまずすごいなと思って。だからね、もうこうなったら止めらんないわけで、最後どうなるのかみたいなところまで止めらんなくて、結局夜中のまたちょっとまたあとの分もタイムラグも発生してきますから、11時半ぐらいかな、もうちょっと前かな、11時ちょっと過ぎぐらいに全部終わって、24本分終わってしたらね、かみさんが口を聞いてくれない上に、その日一日オフだったんだけど もうテレビの邪魔だから全部留守電とかを切ってたんだけど、留守電が16件ぐらいになってるんですよ、ね、ファミ通の原稿の締め切りが一昨日だけどどうなってるみたいなやつが延々と入ってて、その16件の間、担当の長田くんっていう担当の声がどんどん刻一刻と涙声になってて、延々と最後の方とかはちょっと歌みたいになってるんですよ。お願いだからみたいな感じになっちゃってたりするわけですよ。でその間にも他にやってる連載の催促が構成の渡辺くんとかから延々と入ってるわけですよ。でさらには次の日のスケジュールはもうこれ土曜日丸一日見ちゃってますから、次の日のスケジュールが朝からラジオだけだと思ったら、その前にまた仕事みたいなちょっと入れられたりとかしてるわけですよね。だが俺がすごい思ったのは、その夜中の12時でそのテロ対策に関してはなんとなくの週末を見ましたが、そっからの俺の24時間に関して映画化してほしいんだよね。すっごいドラマ化してほしいんだよね。しかももうこんな時間、こんな時間、うわ気がついたら時間がすごい経ってるのと、手が血だらけでなんだこの灰皿は、この灰皿は、いやでもね、ほんとね、うまくできてたな。その何やっぱこうCM 行く前には真ん中にこうデジタル時計のカウンターが出るわけ。今何時何分っていうのが出て、でその時のその大統領候補と、それと大統領候補の家族と、それと自分その主人公と主人公の家族みたいなのがこう分割画面みたいになって、こう全部今やってることが全部動くし、 CM は3分ぐらい入ってんだけど、その CM の間もまあなんか動いてたことにきちんとなってたりするから実質になったりするんだけど、うまくできてて、でまあこれはパクらねえわけにはいかねえってことになったんですよ、僕の中で。で実験企画を一周ちょっとやってみたいなと思って、まあこれ一応仮タイトルですからエコーもいいです。実験企画です。11月4日火曜日、まあ明けて4日とですね、もう日付的には4日ですよね、4日火曜日正午、タモリ笑っていいとも出演中、一方その頃コーナー、はがきにですね、明日の12時から1時の1時間にあなたの身の回りで起きたことを過剰書きで書いてください。普通に12時ちょうど
何してた、12時10分何が起こった、12時30分お袋と喧嘩した理由はこれ、うん、みたいなことでいいです。だから12時前にの状況をちょっと書いてもらって、で1時間のそのある程度の大雑把な感じの日記の時間、1時間分だと思ってくれればいいですから、そこになんかこうほら僕とか突然普通にさ、その日あった話してるのにさ、神さんの死体が出てきたりするでしょ、ああいうのはいらないです、ああいうのなくていいんですよ。あ、要するにその日のもう出来事、今までハガキ書いたことない人とかでも普通にやったことを書いてくれればいいんですけど、なんかそれがすごく興味が出てきましたね。同時時間帯にみんなが今何をやってるのかっていうのをすごく知りたくて、本当は今のを聞きたかったりするんですけど、今のだとなんかこうラジオ集中して聞いてもらえないような気もするわけですよ。だから今のはいいんですけど、明日の正午から寝てる人もいるでしょうきっと。で今日びっくりしたのが、これちょっとやってみてんだよって話をした時に、とりあえず今日12時頃何してたみたいな話を、12時何してたって言ったら、構成の渡辺くんはお袋がちょうど12時ぐらいになっても起きてこない構成の渡辺の部屋に来て、お好み焼きが焼けたわよって言ったらしいんですよね。それに対して起き抜けでお好み焼きなんて食えねえよって何の権利で言ってんのお前、30にもなって家に一銭も金入れず極を潰してるわけでしょ、一個一個プッチリプッチリ1秒1秒潰してるわけでしょ、何の権利でそれを言ってるのか分かんないんですよ。ただびっくりすることに、ほぼ同時間帯に僕かみさんに起こされて、でかみさんがなんかもうご飯食べればみたいなことを言われたんだけれども、うっせえなご飯食べればできてから起こせよみたいなことを言ったのが11時40分ぐらいで、12時ちょっと過ぎぐらいにできたっつって起こされて下に降りてったら、ご飯とただ厚揚げがあったんですよ。ほんで俺厚揚げは料理かみたいな話になったんです。揚げただけじゃねえかみたいな、お前しかもお前が揚げてねえと、厚揚げの上に刻んだネギが乗ったものを作るのに25分かかるわけはないっていうことになったわけですよ。もうちょっとトンビの罠みたいなもんだろお前、そんなご飯と丼、うまく厚揚げ食べた時丼がトンビに重なればなんか取れるやつだろこれはみたいなこともあれば、その時田代30には夢の中だったりするわけで、なんかそれが面白いと思うんです。みんなからもらったら同時にうんこ漏らしてるやつとかいると思うんですよね。なんかね、あとすっげえ逆な、学校行って先生褒められてるやつと、それからなんか引きこもりのやつとか、全然こういろんなのあったりすると思うんで、実験的にちょっと書いていただきたい。宛先が郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ字から、11月4日火曜日正午、その時俺はの係まで。の泉なんかナッサンかわいそうだな俺久々に好きなアイドルできっかなと思ったんだけどなんかあれはナッサンをかわいそうだと思って買わせる作戦なのかな恋愛1号シミュレーション。あ、そんなことより今日のIQ 測る番組見た？俺見てない そんなわけでですね、だ見てないですから、嘘とかついたらダメですから、それ見てもいないことを言ってもしょうがないからいいんです、もう見てないんです僕は。そんなこんなでですね、嘘地区の泉ですけれども、まあよくうんちくのことを知ってても別に役には立たないとかって言うじゃないですかね。もっと役に立たないですよ。聞いたことで聞かなきゃよかったような知識がいっぱい入ってきますから意外に覚えちゃうもんでね。で覚えちゃった嘘ちくってなかなか消せませんから、このコーナーで1個何か覚えるぐらいだったら英単語覚えろでおなじみのコーナーです、もう全然根も葉もない嘘、しかも子供がつくような、うちおばさんが富山にいるんだなんつってね、嘘、その嘘をつく理由がもうさっぱりなんですけれども、とにかくみんなに
へえそうなのって言わせちゃうような嘘をいっぱい送ってもらうコーナーです。例によってですね、僕が感心した度合いによってヘイボタンっていうのを叩きますんで、そのヘイボタン の数が、数に応じて、深夜のバカ力のバカカードを差し上げますね。ヘイボタン発売するらしいね。ヘイヘイってやるボタン、最近のテレビってほんと金に直結してるよな。IQ のテストのやつもなんか本に出すとか言ってたな。似てんじゃねえのこいつ、似てんじゃねえの。言ったけど意外に IQ が低かったんで言わねえんじゃねえのこれなあ。さあそれじゃあですね、じゃあ自分から言わなきゃじゃ、見た人みたいな話題も。それじゃあですね、早速今日の嘘地区の泉はこんなのが湧いております。脱線等の大きな事故によって発行された鉄道会社の日付入り遅延証明書は狙って入手することが不可能という意味合いから、鉄道マニアの間でレアなコレクターズアイテムとして人気が高い。へえ。これ俺鉄道マニアの渡辺から言われたら絶対そうだと思うわ。しかもびっくりしたことに、鉄道マニアという意味ではこの俺たちの知ってる間の中で一番を誇っている構成渡辺が今反射的にうなずいたからね今ね続いて、東京タワーはその高さを支えるために2倍の深さボーリングして支柱を埋め込んでいる。へえ。ダイヤモンドをマヨネーズにつけるとなくなる。へー。雨が降ると大学は休みになる。ならなくていいのか。へど、童話ウサギとカメそっくりのカメとナメクジという話が北朝鮮にある。しかしこの話はキム・ジョンイルが書いたとされている。へー。地球人全員が血毛をきれいに剃れば尻が拭きやすくなるので年間3000トンの紙を節約することができる。かなりの森が死なずに済む。へー。毎年佐藤と鈴木が覇権を争っている日本の名字ランキングだが、その裏で昨年高橋が42位から10位にランクアップしていることをお気づきだろうか。へえ。福生市には横田基地があるため、ハロウィンの夜には魔女やお化けに仮装した外国人が街をうろつく。しかし地元の日本人はノリが悪いので彼らが家に来ても飴はあげない。ドアも開けない。迷惑そうに息を殺して家の中にいるのが普通。本当じゃねえのこれ。へー。赤い服を着ている女はやりたがっている説に心理学的根拠はない。都市伝説でしかない。そんな中学生的な妄想をいつまでも引きずるのは愚か者である。本当にやりたがっている女は黄色いスカートを履くものだ。嘘つくだから、嘘つくだからいいんだって。距離30メートルのところから放たれたトカレフの弾丸は週刊少年ジャンプを貫通するが、コロコロコミックだとギリ防げる。へー。計算上ね。
女優の長作ひろみにリボン時代の話を振ると不愉快な顔をする。これは工藤静香におにゃんこ時代の話題を振った時のおよそ6倍。へえ。母親から面と向かってあんたには赤い血は流れちゃいないのかいと泣き叫ばれた時の対処法は寝る。へえ。少年サンデーは水曜日発売なのにサンデーなのはおかしいという指摘は間違い。この場合のサンデーはアイスクリームサンデーなどに使われている山盛り盛りだくさんという意味合いだから。へえ。あ、そうなんだと思っちゃった。クエスチョンマークのことをハテナと呼ぶのは興味や不思議に思う心には終わりがない果てがないから来ている。西武ライオンズのカブレラ選手が来日以来打ったホームランの飛距離を全て足すと西武池袋線の所沢駅から西武球場前までとほぼ同じ距離となる。こんなとこですかね。まあ、書くの難しいのはやっぱり相変わらずほーって言わせるやつで、もうだって逆に言うとさ、嘘つくで読んでから疑うのはなんかこの脱線事故とかこう何鉄道史に残るような事故の時に発行されたその遅延証明みたいなのあるじゃん。遅延証明って実際あるよね。2時間以上遅れるった場合になんかこう払い戻しみたいなんだっけ。嘘、それ嘘。なんかそうだよね、2時間以上なんか特急電車が遅れたら特急料金を払い戻しますよみたいなのもらえるの。確かにもらえるから、なんか確かに切符集めてる人とかに言ったらすげえレアですっごい高かったりすんのかなみたいな。なんかこう昭和の初めぐらいに三河島で起きた鉄道脱線事故のやつだったらそれ30万出しても買おうよみたいな感じしたりするんですよね。ただこれ嘘なわけじゃないですか。なんでそんな嘘をお前考えついたっていう感じが僕はなんか果てしなく好きなんですよね。あと東京タワーものっていいじゃん。東京タワーってさって切り出す感じってあるじゃん。なんか東京タワー見えるところで東京タワーって確かに高いけどあの倍地面の下に埋まってんだって。でそうじゃねえと風とかで倒れる可能性あんじゃんみたいなこと言った時にマジでって言うけど、666m 埋まってるってことっていうね感じ。これすごくいいですね。それとですね、雨が降ると大学は休みになるっていうこの嘘つきを信じてるのはお前のお袋とお前の弱い心のみだろ。ちなみに俺の高校は風が強い時も休みだったけどね。風強いと隅田川を渡る橋とかが結構向かい風で事故多くなるから決まりなんだよねみたいなことを言ってて、お袋はそんなわけないっていう顔しながら暴れられるのが嫌でね黙っていたものさね。ねあと気温が4度を下回った朝も学校で大抵ね、大抵うちの高校は休みになってたよね。異例な処置だったけどもね。滑っから滑っからね、滑っからっていう理由で、ね、もう生徒手帳に滑っからって書いてあったもんね。そうか、名前を読んでなかったですね。鉄道会社の遅延証明は桜田さん、それから東京タワーが、チャネリングキャットフィッシュ、それからダイヤモンドをマヨネーズにつけるとなくなるガガーリンだけど、ウサギとカメ、羽毛、それから雨が降ると大学は休みになるランチャ、あとふっさしのハロウィンの夜は外国人が街をうろつくけど大抵の日本人は部屋で息を殺してうっぜと思ってるっていう、これは三号ヒロム、あと地球人全員が血毛をきれいにすれば尻が拭きやすくなるので約3000トンの髪を節約できるっていうのも、3000トンはまあまあいい加減だとしても確かに髪は節約できそうな感じはするけどね。血毛を剃るエコロジー運動みたいのができてもおかしくないですよね。ハンサムさんですね。それから、佐藤鈴木が、苗字のランキングでこうすっごいしのぎを削ってる間に高橋がすっげえ急上昇してることにみんなあんま気づいてないみたいな。賀来千香子さんですね。賀来千香子さんっていうのは核シェルターの核に地下何階の地下にこうって書いてあるんだけど、これね説明しないと、なんか説明しないと面白さが別方向に行く。
それからですね、他にはですね、あの俺とお前とマンドリルさんから赤い服を着ている女性はやりたがっている説に心理学的根拠はないって言われた時に本当じゃんと思ったんですけどね、都市伝説でしかない、そんな中学生的な妄想をいつまでも引きずるのは愚か者である、本当にやりたがっている女は黄色いスカートを履いているっていう嘘ですからね、チェックなんですよね基本的にはねふざけるなふざけるな俺日本酒ぶっかけご飯がコロコロコミックだとトカレフの玉ギリ防げる、嘘ですから試さない方がいいですよ本当にね、長崎ひろみにリボン時代の話を振ると不愉快になるまでは本当な気がする俺本当な気がする、ワンタン麺大森さんですね、吹っ切れてそうな人っていっぱいいるじゃん、そういう古いことを三浦理恵子あたりってここの話振っても楽しそうにまだ話しそうな感じするじゃん、長崎ひろみってリボンの話受け付けない感じするんだよね、なんか例えば対談をするときに先に事務所から言われそうな感じっていう匂いだけよ、これ嘘つくの泉のコーナーだからそんな子じゃないけどねそんな子じゃないけど、それフルモンティさんが西武のカブレラが打ったホームランの飛距離を全て足すと西武池袋の所沢駅から西武球場前までとほぼ同じ距離となる、電車バカくんが前にいるんで、これどれぐらいの距離になるんですか、大体でいいですけど、大体あの別にデータなくていいですけど8キロぐらいですかと思われるぐらいですか、8キロ1本ホームラン 100メートルとして平均で、まあ、100メートルとしたら何本ぐらい打ってんだろう、もう200本近く打ってね、200本近く打ってるから20キロだ、もっといってるね、なんか西武線の何駅に到達するごとにインセンティブ契約だったらおかしいよねインセンティブでなんかこう狭山とか行くたびに狭山手当みたいのがもうあいつあと一本で石神公園届いちゃうよみたいな感じのやつがあったら僕はそれです、カブレラのインセンティブ契約、そっち来る全然だけど国防あのさ福岡で聞いてる人、あの国防ジャイアンツにタダであげるのありな、あれあれありな、今日なんかその朝聞いたらさ、大英の国母が無償トレードって言って無料でジャイアンツに譲られるっていう、え、なんでそんなのありな、わかんないけど大英の株主はありな、今大英がすごい宿泊してる時に国母っていう2億1000万の年俸の選手じゃないですか、あれをただやるっていうのは金銭トレードならわかるよ、2億1000万払わないでいい上に1億円取れるで一番お金を出すチームはジャイアンツとかわかるんだけど、嘘地区のコーナーで言ってどうすんの俺、ね、あれか鍋つねの誕生日プレゼントかわかんねえけどわかんねえけどなあ、はてな、これよくできてたな、本当っぽいね、クエスチョンマークのことを日本語ではてなって呼ぶのは人間のその不思議に思う心にははてがない、もしくは問答をずっと繰り返してもはてがないから、はてなしと書いてはてなである、これどさくさ紛れてうんちこうで使っちゃおうかなっていう気にすらなるよね気にすらなるね、それからペンネーム野田めぐみ、母親から面と向かってあんたには赤い血は流れていないのかいと泣き叫ばれた時の対処法は寝るそうですよ、あんたほんと最近ますます蛇みたいな目してるよねって言われた時も寝ましたからね、これね、あ嘘じゃねえじゃんこれたくもん、あと少年サンデーの山盛り盛りだくさんっていうのもなんかえらい、あれは本当なの、ワールドシリーズは世界一決定戦だじゃねえのにアメリカ一なのになんでワールドシリーズだって言うんだみたいな話に対して、なんか元々ワールドなんとかっていう会社が主催のシリーズだったからワールドシリーズのだけで別に世界一決めてるわけじゃねえよ説っていうのを聞いたことあるんだけど、あの今ディレクターの柳沢がそれ本当だと思いますよみたいな顔してるんだけど、それは俺から聞いてるだろ俺がそのニュースソースに関してすっごいいい加減なところだから、あれどうなんでしょうかね一体ね、嘘だったらすみません、それじゃあですね、郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光深夜のバカ力にますますハガキと、それから土佐地区の泉に関してだけは実験的に今インターネットもしくは、携帯電話のメールからも受け付けております、インターネットの方に関しては TBS ラジオのホームページの中の、番組名選択ジャンク、ジャンクから伊集院光深夜のバカ力で、ホームページってっていう、ボタンを押す、ね、でその後もう押せる限り戻るってボタンをバーって押して今の手順をもう一回やり直してくださいでそこに嘘地区の泉投稿フォームというボタンがあるのでクリックしてください、でまた戻っちゃって戻っちゃって戻っちゃって、その後お気に入りの中からグーグルって選んでグーグルって、それでいて、その中で恥骨っていうのをリサーチして、その検索かけてみて、で恥骨に関するホームページを全部見て、全部で全部見終わった後ですっげえ量あんな恥骨だけでみたいなのが分かったら、あ
の TBS ラジオのホームページ開いてください。ね、でその後、番組選択とかありますんでジャンクを選んで、ジャンクのページにあったらお気に入りに行くと見せかけて、これ多分わかるだろう。で携帯電話は、まず TBS ラジオモバイルにアクセスします。アクセス方法は i モードの場合はメニューリストからテレビラジオ雑誌から、ラジオ AM から TBS ラジオ、そしてボーダーフォンライブの場合はメニューリストからテレビラジオ雑誌からラジオから TBS ラジオ、 Easy Wave の場合は、Easy インターネットからテレビメディアからラジオから TBS ラジオ、それから東京テレメッセージの場合はなんだよ電波が出てねえ出てねえ、ああ携帯買おうって思ってから、どれかの携帯を買って今の手順ですね。でアクセスしたらメニューのところにジャンクと書いてあるところがあるので選択してください。ジャンクのページに入ったら嘘地区の泉と書いてあるところを選択してください。あとは投稿フォームに従って入力してネタを送ってください。でその後一つため息をついてから、俺が生まれる前の日も地球ってあったんだなって思ってくださいね。で思った後、こんなの考えたら落ち込む落ち込むなんて踊ろうっつって踊ってください。で踊ってすげえ汗かいた後熱いシャワーを浴びてください。そして全てを洗いざらいぶちまけて泣いてください。そんな夜もいいじゃん。さあ、ということでお待ちしております。曲、こう聞くのどっち聞くの、星七瀬で恋愛一号シミュレーション。なっさんナッサもうナッサマですよ。ナッサマですからもうこうなったら俺があらかじめ腹を裂いた上にさらしを巻き白装束でナッサン考え直していただきたい。ナッサマナッサマっていう、まあジブラも泣くわなこれはな、うん、ファットマンブラザーズ感覚の感覚の、2003ちなみにですね、Google で恥骨を検索するとですね、19,800件出ますから、ネタが来なくなっちゃうんで、あの手順は省略してもおそらく Windows XP だったらまず大丈夫なこと確認されてますから、それ以外のものはおそらく恥骨は検索しなくていいと思いますね。ちなみにですね、見出しのところに恥骨結合炎、恥骨結合部には恥骨筋、内転筋、薄筋、大腿屈筋群、腹直筋、などのっていう恥骨結膜炎についての話も当たりますし、もうストレートに恥骨が痛むっていうページにもあのサイトにも当たりますんで、まあ、あの今現在そのネタを書こうと思ったらすっげえ恥骨が痛むっていう場合はこの手順は入れていいですよ。この手順はね、それ以外の場合には手順の方は省略していただいて構いません。さあそれじゃあですね、おはがきたくさんもらってるんで、シンプル2003ですね、まあ、シンプルキャラクターシリーズ、今要するにゲームっていうのは今まで普通のシステムのゲームに、今まであった既存のゲームのシステムでもそこにキャラクターものを載せちゃえば、そのキャラクターのファンの人が買ってくれたりとか、そのキャラクターが立ってないおかげでいまいち好評じゃなかったようなゲームも、この他からもうすでに立ってるキャラクターを借りてくることでより面白くなるんじゃないかっていう可能性のもとにですね、ゲーム化を提案して、いるコーナーです。たくさんゲームの企画書届いてるんでまずは行きたいと思います。東京都港区ペンネーム青みどろ。シンプル2000、アライグマラスカル、ザ・ガンシューティング。買った時から嫌な予感はしていたが的中した。プレイヤーは主人公の少年スターリングのお父さんとなり、猟銃を片手に狩りへ、ラスカルの親を撃つゲーム。動物とスターリング少年との交流などは省略されている。ただただ親父が猿やクマ、ワニなどをひたすら撃つ。しかも頑張ればラスカルも撃てるし、スターリングを誤射することも可能。途中出てくるミニゲームも毒虫を操ってフローネの目を狙う。南の島のフローネのゲームや、プレイヤーが金物屋の親父となり
パトラッシュを甘いじめしてネロが差し出すお金を釣り上げるフランダースの犬のゲームなどひどすぎる。さらにハイジからはユキちゃんを突進させてオンジを煮えたぎるチーズ鍋にぶち込むオンジフォンデュなるゲーム。腹を訪ねて三千里からはアメディオを媒介にエボラ出血熱を世界にばらまくゲームなど名作劇場をねじ曲げるものまである。おまけ映像の日増しを嫌がるラスカルの尋常じゃない嫌がり方は好き。眼根対応18歳以上ならまあね、あそこは割とこういろいろ今となってはこうお皿のプレゼントコンビニでやったりとかタイアップ商品は言ってますから、半券は意外にクリアできるような気はするんで、しかも最近眼根対応のゲーム減ってますからね。だからやった後のもういたたまれない感じだけどうしたらいいんだろうっていう。だってさ、それもちろんこのゲーム子供にはやらせられませんよ、子供にはやらせられませんけども、今18歳以上の人って子供の頃を名作劇場で過ごしちゃってからより痛むね、より痛む。ただね、フローネの毒虫のゲームはすごいやりたいんですよね。プシューっていう、プシューっていう。フローネもうまくあの弟の声ですごい誘導したりしなきゃ。メルクルーメルクルーみたいなの言ってフローネがちょっとこっち来た時にプシューってなんか毛虫みたいなやつが出したりとかしなきゃいけませんからね。アメディオとエボラ出血熱はもう関係ないからね、猿だっていうこと以外ね。だすごく面白そうなのは間違いないんですけど、やっていいことかどうかっていうとやっちゃいけないことにどうも属してるような気はしますけどもね。あれですよ、トムのあのおばあちゃんになってトムのケツをムチ、あの定規でビシビシ殴るゲームとかもすごいあるんですよね。いいぶち方の時だけ遠くの方からハックの声でダムーっていう声が聞こえるみたいなね、そういうのを作ってほしいですよ。あと虫歯を抜くゲームね、トムの虫歯を抜くゲームね。それからあと赤毛のアンのアンによくわからない髪の毛を黒く染める薬を渡してカラスの濡れ歯色になるつもりが緑になるゲームね。すげえ好きだったんだな名作劇場。人がわかろうがわかるまいがお構いなしだもんな今のとこなんて。続いて、東京都江東区ペンネーム4番におか。シンプル2000井上和歌ザ・マリオペイント。大好きなグラビアアイドル井上和歌のゲームと聞いて早速購入したが、内容は分厚い唇にアナログコントローラーで口紅を塗るだけのゲーム。グラビアやビデオ、バラエティ番組と忙しいスケジュールの中、急いで塗らないといけないためついはみ出してしまうが、はみ出たところを消す機能はないので一回り大きく塗らなければいけない。したがってどん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 唇が大きくなっていくが、それもセクシーということになるので序盤はグリグリ塗れ。しかしある程度まで唇が大きくなったところで、はてよく見ると顔のパーツパーツは決して俺好みの顔ではないぞと思い始めるので、急いでコントローラーの下ボタンを押してボディを見てトリップせよ。ボーナスステージでは口紅の上からニスを塗り、よりエロい感じにすることができる。ただし、ん？こいつよく見ると絵描き歌の可愛いコックさんみてえな顔だなと気づいてしまったらゲームオーバー&ラブイズオーバー、それも終わっちゃうんだ。井上和歌のグラビアを見て股間は膨らむものの何か割り切れないものを感じる方なら井上和歌はね、審議中です。僕も審議のランプが灯ってるんですよね。あのね、確かにいいかなって思うんですけど、何がって言われるとわからないっていう。ほら、優香は美人なのかってあるじゃないですか。優香は優香と同じ、例えばもう友達、例えばその女の子とかがその私の友達優香に似てる子がいるんだけど紹介してくれるって言った場合には、もうすでに右手にでけえ灰皿を持ったまま待った方がいいじゃないですか。言われて優香に似てるって言われるのちょっとムカつくなんて、私は私オンリーワンだしみたいなことをそいつに言われた時のためにね、ために灰皿は持ちやすいところに持ってるべきだったりするじゃないですか。井上和歌はどうなん？俺はじゃあ分かった、俺は今日現在あり、ただおっぱいが硬そうなグラビアが多いと思ってるけど、
36になんのにな、なんだろう、本当にもう死ねばいいのかな今な。今死ねばいい党の比例代表で俺11位、今俺死ね、ちょっとでも票入ったら死ななきゃならないんだよね、当選。続いていきます。東京都港区ペンネーム青みどろ。シンプル2000、谷村新司ザ・ピクミン。エロ本コレクターとして名高い谷村新司がまだ見ぬ、エロ本を探すため、惑星スバルへと、ごめんなさい、エロ本コレクターとして名高い谷村新司がまだ見ぬエロ本を探すため惑星スバルへと米安の青春を振り切って旅立つオープニングムービーはかっこいい。スバルにたどり着いた谷村新司はエロ本を探す道具を持っていない。途方に暮れていると頭がムズムズ、頭をかいたら谷村の毛根が全てピクミンになっているではありませんか。谷村の頭髪が松山千春にならないように気を使いながら幻のエロ本48冊をピクミンに探させよう。ピンチの時にはサライ仲間の加山雄三が宇宙戦艦甲信丸で助けに来てくれるが、なぜか加山のピクミンは貸してもらえない。谷村のグラフィックをよくよく見ると実際はダンシング谷村だが、むしろそっちが好きなので問題なし。アリスの谷村新司、堀内孝雄以外のあいつなら、ね、まあでも曲がり間違って作っちゃってほしいですけどもね、谷村新司のゲームね。だって俺多分今年去年あたりで一番注目したゲーム自体はやっぱりあれだもんね、浜松のゲームだもんね。ああいうさ、もうなんでっていうやつがやっぱもう帰って一回りして面白いもんね、どうやってもね。今誰のゲームっていうのが一番なんでなのかな、なんでっていうやつ、人、お前じゃなんかこう、まだベッキーとかってなんとなくまだありそうじゃんか、むしろなんか笑う犬のなんとかみたいやつの変なの動物の 森みたいなゲームだったら出てきそうじゃんか。今一番なんでな人なんだろう、すげえ、それその人は絶対ないな、長谷川初版の長谷川初乗りのって来た時点でええー、って思うと思うんだけどな。むしろそれが見たいですよ。続いて東京都渋谷区ペンネーム初投稿ゴリゴリキング。シンプル2000、ウゴゴルーガ。もうこの言葉で勝ちだもん、もうウゴゴルーガで9割方勝ちですよ。僕はこのゲームを買わざるを得ないですよ。ウゴゴルーガザ育成シミュレーション。大人気子供番組ウゴゴルーガに出ていたウゴゴくんを育てるゲーム。オープニングはウゴゴくん様と書かれたフジテレビの豪華な楽屋で死ぬほどのお菓子に囲まれ笑顔いっぱいのウゴゴくんのアニメーションからスタート。もう食べられないよというセリフとともに画面が真っ暗になり、高校の教室で居眠りする単なるデブくんの実写映像に切り替わる。使えるコマンドは寝るとぼーっと昔のことを考えるの2つだけで、どう育てていいかはわからない。うまく選ぶとトマトさんやシュール君、未完成人などに会えるが、寝るの時ならまだしもぼーっと昔のことを考えるの時に出会った場合は注意が必要。未完成人をやっつけたつもりがそれは担任の先生で、しかも先生の顔面がトマトさんになっているということも。もちろんそれはバッドエンディング。しかしどんなひどいエンディングでもお気楽極楽というセリフで、だから俺だけか今ウゴゴルーガーがつもりはまっちゃってる人は、セリフで強引に締めるので安心。途中画面切り替え時に出てくるプリプリ博士が予算不足のせいか本物のクソなのには平行。コーンが混じってるし、ルーガちゃんならどうしてんのかね。田島なんとかくんですよね、あれですよ、歌が葉の秋ですよ、ピチカート5がエンディングだったような気がしますよ。
当時ゴーゴルーガのこの子ゲストに来たことあったもん、ラジオとかに来た時あったもんな。すとなくなったね、すとなくなったし、でいたきっと今あれを作ってたこうディレクターとかクリエイターの人たちはおそらくゴーゴルーガ使ってたんですよってことがすげえ名刺の中ででかくなってると思うけれども、僕の勘ではあのウゴゴくん、田島くんっつったっけな、ウゴゴくんっていう子役の人はおそらくあの時にまあ小学校 3,4 年だとすると今もう18区でしょ、見かけないよね。ね、ウゴウゴくんがダイエットして今の窪塚洋介ではないよね。だからそう考えるとウゴウゴくんどうしてんだろう。幸せかな。幸せだって思うよ。ね、教えてなんだっけ、教えて偉い人。教えて偉い人で今日はシンセサイザーの偉い人だよとかって小室哲也とか出てたんだけど、俺だけ今ツボにすっごいハマってるウゴウゴルーガブームってここだけ。今。もう一個ぐらいいってきますかね。続いてはですね、ペンネーム衛星規制、シンプル2000、山下大輔監督ザ・ドラムマニア。今年ぶっちぎりで最下位に沈んだベイスターズの山下監督が球団のイメージアップを図るべく発売されたゲーム、ベイスターズファンの私は迷わず購入しましたが、ゲームの内容は種田の応援歌に合わせて山下監督のスキンヘッドをペチペチ叩くだけというもの言うだけというお粗末なもの。どんなにうまく叩いても種田はゲッツーに倒れその裏の攻撃で裏の守備で三浦は炎上ではやる気が起きない。それでもなんとかハイスコアを叩き出すとベンチ裏でタイロンウッズにボコられる山下監督の得点映像が見られ、それはそれで満足しました。 TBS 関係者もしくは山下監督の頭部型コントローラーが欲しい人のみ買い野球選手使った野球ゲーム以外のって面白いけどね、それ結構いけると思うんだけどね。格闘なんだけどこうパリーグの1軍半ぐらいの選手のキャラが全部使われてるっていう、あのもう元々のエンジンはあれでいいですよ、 3DO かなんかで出た実写のさ、実写のストリートファイター2のさゲームあったじゃんか、あれの動きに全部普通の選手、あの日ハムの森本とか近鉄の北川とかああいう感じの選手がついてるやつは見たいですけれどもね。技もそのバットで殴り合ってるだけのやつね。ということでシンプル2000さん、企画を思いついた人は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光深夜のバカ力からシンプル2000さんの係までお待ちしております。はい、始まりました。ディレイで行ってみようのコーナーですけれども、俺もう120分やりたいけど死者出る死者出る。こう一つびっくりすること、先週お聞きになった方はご存知だと思うんですけれども、あの先週もうミキサーの岡部さんの一人の完全なミスで番組オープニングの、あのタイトルエコーおよびディレイの機械が、故障するっていう事件があったんですけれども、今その、ミキサーの岡部さんにちょっとディレイかけてって言ったらまたね、番組前に確認してないんですよね、これね。今気づいたらしいんですけども、ディレイの機械が新品になってるっていうことに気づいたらしいんですよね、これね。あれですよ、要するに僕が何かしたとかしないより先に買い替えが決定してたってことですよね、要はね。違うんですよ、ディレイなんていうのはね、もっと頑丈に作ってて叱るべきなんです。アウトドアとかでも使うもんですから。よく高尾山とか行った後にヤッホーとかでディレイかけてるでしょ、みんなかけてるでしょね。ああいうの
と一緒に外野外で使用できるようにできてるはずのものが壊れたってことは保証が効きますから全然大丈夫で大丈夫ですよね。ということで、行ってみたいと思います。これはですね、もっと要するに珍奇な言葉、ディレイをかけたら面白くなんじゃねえのっていうような珍奇な文章や珍奇な言葉を送っていただいて、それを僕が、スタジオで発生したものを、ディレクターの柳沢くんが家に持って帰ってですね、いろいろ駆使してディレイをかけてくれるコーナーなんですけれども、まあ、とにかくディレクターの柳沢くんが、もう家に帰ってまでそんなことやるのは嫌だ、もう一点張りですよ基本的には。ローソンに訴えると、ユニオンの方に訴えるみたいな話をしますから、相当お願いだからっていう、お願いだからディレイをかけてってお願いしないとなかなかできないコーナーなんで、あの皆さんもあの懲りずにハガキを送っていただいて柳沢くんの心を動かしていかなきゃならないんですが、まずですね一番最初のディレイはですね、ペンネームウルトラマンキダ太郎、それからですね、ペンネームとんぶり食べ放題、そして、ペンネーム、負けん猫の肉球さんからいただいた珍奇な言葉をですねいっぱいやってみましたんで、聞いてください。ミスター毒っ子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 。私も世界各国でいろんなものを食べてきましたけど、私も世界各国でいろんなものを食べて、地中海で食べたムール貝、私も世界各国でイタリアのパスタ、いろんなものを食べて、本マグロのカマトロ、マンガン絶石、アフリカで食べたダチョウのヒナの手羽先、トリュフ、ワイルド、いろんなものを食べてきましたけど、紅白帽のゴムが一番美味しい、ゴムマイカゴムマイカゴムマイカ、紅白帽のゴムが一番美味しい、ジッ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 、 GPS 機能付き、 GPS 機能付き、 GPS 機能付き、マルコの母。あー俺もし明日地球最後の日ってことになったらさ、もうこれのあの今までやったテープをこう全部あの CD でつなげて、で密閉型のヘッドホンで暗い薄暗い部屋で聞きながら、あの上海バンスキングに出てきた長いパイプをゴボ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 ってやりながら、右左に揺れながら死ねばいい、すごくそう思うわ地球最後の日にはね。それを見ながらずっとミスタードクッコって聞いてたいね。まあ以前ハガキだけで読みましたミスタードクッコですけども、あまりにも僕がもうディレイをかけてみたくてしょうがないっていうことで、ドクッコやっぱねディレイかけるとね得体の知れない感じすごい出てくるから、あのなんだっけ寺澤何さんだっけあの人、あの違う名の人書いてる人だよ、ミスター味っ子書いてる人、今僕大もう反射的に向こうの言葉もなしに違うよって言っちゃったから意味わかんないと思いますけども、今ディレクターの あの柳沢が耳に返してくれた言葉は寺澤 V 字って、 V 字じゃねえよ次回の作品には小さい声で V 字 V 字 V 字 V V V って入れといてねえ、 V 字って入れといて、ね、あんなケツじゃねえだろうよお前、寺澤大輔だろ、寺澤大輔の画風にあのケツが一回でも出たかドミニクのケツが、ドミニクのケツが出たか、あれ要素ゼロだろ本当にいやいやいや、まず最初に言ったのがですね、ペンネームウルトラマンキダ太郎のミスタードクッコ、それから途中がですね、とんぶり食べ放題、ペンネームとんぶり食べ放題の世界食べ歩きですよね、それから最後は負け猫の、ね、肉球さんの GPS 機能付き、 GPS 機能付きマルコの母ですね、すぐ会えます、すぐ会えますよ、寄り道とかないですから、直線に一番近い形で、誘導されますから、あいたいたみたいな感じになりますから、完全にも歩くわけじゃないですからね、マッハでマッハでマッハで行きますよ、マッハでね、あのねもうあの僕思うんですけどね、あのこの時のためにねAM ステレオラジオに買い替えるべきかもしれないですよ、あのほら今度ほらデジタルラジオ放送みたいなの始まるじゃないですか、始まるって、まあ今試験
運用開始みたいになってるじゃないですか。あれってなんかこう、あの全部でこう6本ぐらいあるそのなんかこう電波を出すビーム砲みたいなの出すわけでしょ。バリバリバリ出すわけでしょ。出すやつのうち1本だけ使って今のラジオと同じぐらい音のクオリティで、3本全部使うとなんか CD クオリティでとか言うなんか書いてあったわけ。なんか TBS の掲示板みたいなところに、あの社内の掲示板みたいなところに、それ聞いた時に、別に AM ラジオが雑音がない方が聞きやすいんだろうけれども、音質工場みたいなのはいいんじゃねえのと思ってたんですけど、このコーナーだけすごいので聞きたい。なんかもうサンプリングレートとかも最高ので聞きたい。続いてはですね、これは誰さんでしたっけね、これですね、ペンネーム、まあこの人千葉県おばあちゃんの本名 OK 海老沢光さんからですねお前の管理のもとそれいいのかどうかわかんないですけど、おばあちゃんの本名 OK 海老沢光さんからいただいた一ネタで作らせていただきました。ディレイでいってみよう。おっぱい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 いっぱいだよ。これすごいわ、俺の中では。映像付きラジオでしょ、初の映像付きラジオですから、僕頭のところではずっと僕が真ん中でその真っ暗な部屋であぐらかいてる映像から、周りのところにトップレスダンサーみたいな女が硬そうなおっぱいブルブル揺らしながら、周りをこう20人ぐらいでこう回ってるやつが、それがこう10個20個だった時にどんどん分裂していって、ものすごい量の裸祭りみたいになってたところに、はって気づくと一人の女がおっぱいだらけのやつがすごいいて、そのパーって消えて、まあ明るくなったところでブドウっていう、しかもロケ地は甲府、明るくした時は甲府のものすごいブドウ畑ですよ。この映像を聞きな、映像を思い浮かべながらもう一回ちょっと聞いていただきたいね、これね。戻せますか、戻せれば。映像は誰もうみんなの映像でいいんです、みんなもお好きな映像でいいんですけれども、男の前のところにおっぱいがすごいいっぱい、あのトップレスダンサーいっぱい踊ってますよ、いっぱい。で乳首の先にもモールがついてますから、そのモールの動きがこうなんていうの、あの予感じゃんか、糸引いてるような、あの残像が残ってるようなエフェクトとか僕の中にかかってましたから、よろしくお願いします。おっぱい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 いっぱいおっぱいいっぱいすげえ、おっぱいがいっぱいだよ、おっぱいおっぱいいっぱい、おっぱいいっぱいおっぱいいっぱいすげえ、おっぱいがいっぱいだよ、おっぱいおっぱいすげえいっぱいだよ。10や20じゃ効かねえぞ、40、50、60、100、100個のおっぱいおっぱい一人の女にブドウ。お前なんだっけ、あのマトリックスの監督のやつだっけ、ウシャオスキー兄弟マトリックスなんか作ってる場合じゃねえぞお前、マトリックスじゃねえだろ、これの V だろ、これの V をお前エージェントスミス増やしてる場合じゃないって、絶対トップレスダンサーだってここで増やしていくべきなのは。さあ、じゃあ今日はもう一作品ですね、一作品はですね、いただいたのが負け猫の肉球さんとペンネームマゲマゲさんからいただいた作品で、ディレイで山田邦子風にね、ディレイで行ってみよう。ドライ
イアンにいじめられたよ。これ伸びたい。伸びたのくせに生意気だ。ドラえもん、またジャイアンにいじめられたよ。それで僕にどうしろと。僕は無力です。僕には何もできない。僕は力なき弱者だ。力なき弱者はただ地面に這いつくばって生きるのみです。それが定め。どこ？パペットマペット詐欺。僕は触ってませんよ。僕じゃないです。あなたのおっぱいを牛くんが噛んだんです。カエルくん見てたよね。見てた。でも大変。ドラえもんじゃない。あいつドラえもんって呼ばれてるけど全然違うやつだ。あいつだって気をつけの姿勢で床にうつ伏せだったもん。あいつ俺の中で気をつけの姿勢で床にうつ伏せのあいつですもん。あとああのね、パペットマペット詐欺と、僕は触ってません、触ったら牛くんですわ、栃木県のカズボンくんでした、うん、それから、ドラえもんの方はですね、ペンネームマゲマゲさんでした。いやー僕的にはかなり来てるコーナーで、いずれ CD 化ですよ。いずれ CD 化、ラジオの音質の限界を超えた方がいいですし、あとラジオって決まりで右チャンネルと左チャンネルに全く違う音は載せられないんだよね、なんかステレオの放送に。だから すっげえことにできるもんね。女の声とかも入れられるじゃん。俺の声とかじゃなくて。そしたら俺ね、それを聞きながらよだれを垂らしてていいや。それを聞きながら面白くなっちゃってるかの人生がすごくいい。それじゃあ曲を言っていいですかね。曲はですね、島谷ひとみで夢日和。今さ、この曲がかかり始めたところでさ、ディレクターの柳沢くんからさ、イヤホンにさ、偶然ですけどこの島谷ひとみの夢日和っていう曲はドラえもんのエンディングテーマなのって、エンディングテーマだって聞いてから、ずっと俺の中にはドラえもんとかがこの青い空はみたいなタケコプターで草原トンネルとかっていう絵じゃなくて、うつ伏せの暗い部屋でうつ伏せの男が延々と、もう無力だなと思いながらいる絵に、この音楽が優しく流れてる感じがした。俺本当につくづく思うね、綺麗事じゃなくて。ラジオなかったら今頃うつ伏せですよ、ずっと。なんかこうどんなことがあってもラジオで喋ればそれでいいかっていう感じになってることに気づくね。おそらくね、これで俺別に普通の暮らしの中で、あの状況で怖いお兄さんに正論で、しかも超おしっこ漏らさせられてたら、まあそれはうつ伏せだね。ドラえもん以上にうつ伏せの状況にね、まあドラえもんはうつ伏せじゃないんですけど、うつ伏せの状況になってると思われますわね。一応ウソチクのコーナーはウェブとかコンピューターとかでも送れるように、コンピューターとかでも、うちのおふくろはなぜかコンピューター、ポルノのことはボルノって必ず言いますわね。コンピューターとかで送れるようになってはいますけども、ハガキも当然お待ちしております。他のコーナーとかはハガキオンリーで大変申し訳ないですけど、どんどん送ってください。で、中でも実験企画、11月4日火曜日正午、タモリ笑っていいとも出演中一方のコーナー、これあれですよ、逆に言うと12時正午から変なとこにいるのも手ですね。これに関しては事実のことを書いてくれればいいんですけど、全然事実で何分何かって1時間ちょっと散歩に出てみるというのも手だと思いますね。私はおそらくこの12時ぐらいに関しては野球のシーズンが終わったんで、開けてね、なぜかバスケットボールを始めますんで、バスケをやった後の時間ですね。バスケやった直後ぐらいですから、またタモリとは違う人生を送ってると思いますんで、なんとなく興味が湧いたんで送っていただきたいと思っておりますね。あとディレイで行ってみようね。もう柳沢君には本当に手間をかけますけれども、どんどんやっていただきたい。 CD 化しようって CD 化ね。
僕は大体ディレイでやってみように関してはテープをもらって帰って家で右左に揺れることにしますんで、ね、であとはあれね、柳沢くん、ディレイの機械を乱暴に使って壊すのだけはやめたまえよ君。 TBS の資産だよこれは、資産、大変なものだよ、ただじゃないんだからね。君のやってることはね、国防ただジャイアンツにやるような真似だよ、やるような真似なんだよ君のやってることはねえ。そうでいろいろあらあな、ということで、今週はこの辺で、ウェブ聞ける人はよかったら聞いてください、聞かなくてもいいです。そんじゃあさようなり。ごちそうさまでした。